ウナムーヌイフーゴは、スペインビルバオ出身の哲学者、著作家、詩人、劇作家。いわゆる98年世代にあたり、真のスペインの思想、国家、人民のあり方について模索し続け、スペイン思想界に大きな影響を残した。実存主義的な思想家として知られ、哲学と死の両面から、生と死、あるいは事故の問題などに取り組み、 私とは何者であるか、死後の私はどうなるかの2点に強い関心を持った。特にデンマークのセーキルケゴールに強く影響され、南欧のキルケゴールと呼ばれる。父親のフェリックス・ナムーノは、ビスカヤ県、ベルガラ出身で、若い頃に、メキシコに渡って、財産を築いた。母親のサロメフゴは、ビスカヤ県ガルダカオ出身であり、フェリックスとサロメはおじ、名の関係だった。 フェリックスは、スペインに帰国するとサロメと結婚し、パン製造に従事していたが、その後ビスカヤ県ビルバオに菓子店を開業した。1864年9月29日、ミゲルデ・ウナムーノは、フェリックスとサロメの第三種として生まれ、カトリックの伝統を保つ休暇で厳格な教育を受けた。ウナムーノは、旧市街のロンダ通りに面した家で生まれたが、ウナムーノの出生後に、 同じく旧市街のクルス通りに引っ越しており、弟たちはクルス通りの家で生まれている。誕生日の9月29日は、天使ミカエルの祝日であり、このことからミゲルと名付けられた。6歳の時に父親が亡くなり、母親の手一つで育てられたが、父親がメキシコから持ち帰った歴史、法律、哲学、社会科学の書籍で勉強した。幼少時には、 第三次カルリスタ戦争が勃発し、9歳だった1873年には、ビルバオに立てこもる自由主義派に対して、カルリスタが砲撃を行い、ウナムーノの聖火近くに着弾する事件があった。この事件は、後の戦争の中の平和に登場し、また幼少時の経験は、幼き日の思い出で改装されている。1880年、16歳の時に、マドリードに出て、 マドリード大学文学部に進学し、文学、哲学、言語学を学んだ。バスクの起源並びに、戦士時代の諸問題を、博士論文のテーマとし、18歳だった1883年に、哲学と文学の博士号を取得した。この頃は、イギリスのハーバート・スペンサーの合理主義や、実証主義に深い関心を示し、イマヌエル・カントや、 ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの著作を読みふけった。マドリード大学で教授の座を目指すも、ウナムーノの考えと大学との溝が埋まらなかったため、博士号取得後の1884年にはビルバオンに戻り、ラテン語の代用教員や心理学、論理学、倫理学の個人教授で成計を立てたが、たびたび教員資格試験に失敗した。ウナムーノはバスク語ではなく、 スペイン語を母語としたが、1888年には、ビスカヤ県政府が、バスク語教授職の志願者を募集した際には、ウナムーのレスレクシオンマリアデアスクへ、サビノ・アラナと共に受験した。ビルバオではもっぱら著作活動を行い、バスク語に関する論文を何本か執筆したほか、新聞や雑誌への寄稿、階級闘争という社会主義新聞の編集に参加した。 1891年には、サラマンカ大学ギリシア語教授試験に合格して、バスク地方からカスティーリャ地方のサラマンカに移った。同年には、ビスカヤ県ゲルニカ出身のコンセプシオン・リサラガと結婚し、10人の子を設けている。1895年には、喫水主義についてを発表。スペインの歴史を振り返り、 真のスペイン思想やスペイン国家とは何かということを説いて大きな反響を呼んだ。この頃にアンペルガニベトを知り、真のスペイン思想の追求という点で意気投合した。1892年に長男が、1894年に次男が生まれたが、1896年に生まれた三、何のライムンドが生まれたが、ライムンドは脳水種によって正常な意識を持たないまま、 7歳で死去した。この出来事はうなむうのに、修正史という問題を突きつけ、彼の著作にも大きな影響を及ぼした。1897年には長編小説、戦争の中の平和を発表した。1898年にスペインは、米西戦争で敗北し、スペイン社会に対する問題提起や刷新を模索した、98年世代と呼ばれる思想家、著作家、 芸術家が多く登場した。ウナムーノは98年世代の指導者に挙げられている。サラマンカへの移動後にも、1894年にはビルバオの社会主義グループに参加するなどし、また、スペイン社会労働党の創始者であるパブロイグレシアスと交友があった。若い頃のウナムーノは、社会主義運動に共感しており、排他的な性格を持つバスク民族主義運動には、 否定的だった。地方が独自性を発揮しつつ、スペインのために努力すべきであるとする思想を持っており、1901年には、ビルバオでの講演の中で、バスク語は死滅するし、当然死滅するべきだと過激な発言を行った。35歳だった1900年には、スペイン政府によって、サラマンカ大学総長に任命され、30年以上、在職した前任のマメス。 エスラベーから椅子を引き継いだ。この頃には、ノルウェーのヘンリック・インプセンの演劇や、デンマークのセーレン・キルケゴールの哲学を知り、キルケゴールの著作を言語で読むためにデンマーク語を習得。特に、キルケゴールの思想は、ウナムーノの実存主義的な思想に、多大な影響を及ぼした。ウナムーノは、ヨーロッパ思想界の中でも、かなり早い時期から、 キルケゴールの思想の独自性に注目していた。1902年には、追出、風景を出版した。1905年には、ドンキホーテと山頂の生涯を刊行したが、ウナムーノは、ミゲルデセルバンテスが書いたドンキホーテという架空の人物の生き方の中に、真のスペイン人としての生き方、倫理観があると考え、人生や死の問題や事故を、自己流に解釈した。 この作品は、ウナムーノの代表作の一つとして知られる。1907年には43歳にして、初の詩集を刊行した。1908年には、自伝風の物語、幼き日の思い出を刊行し、1911年からは、雑誌、近代スペインに、各種随筆や論考を寄稿した。1913年には、近代スペインにも掲載された、論考、 人間と民族における生の悲劇的感情を出版。死をめぐる生と理性の葛藤を論じ、ウナムーノの哲学の代表作となった。1914年にはアルフォンソ13世から総長の座を罷免されたが、スペインや南米の知識人はウナムーノを擁護する運動を展開した。1920年には論文でアルフォンソ13世の体制批判を行ったとして、裁判で、 懲役16年が宣告されたが、同僚たちの弁護によって、副総長に選出された。1923年に、ミゲルプリモデリベラ独裁政権が成立すると、1924年には、独裁政権を批判したために、停職処分を受け、政治犯として、大西洋上のカナリア諸島のフエルテ・ベントゥーラジーマに追放された。ギリシア語版の新約聖書。 ダンテ・アリギエリの新曲、ジャコモ・レオパルディの詩集の3冊の本を持って、島に向かったとされている。フエルテ・ヴェントゥーラ島に4ヶ月滞在した後、フランスのルクオティディアン氏が亡命に協力し、グランカナリア島のラスパルマス、シェルブール港を経由して、パリに到着した。シャルル・ド・ゴール広場に近いペンションをカリアドとし、モンパルナス地区のカフェ、ラ・ロトンドでは、パブロ・ピカソ、 ジャンコクトーアメデオモディリアーニ、マルクシャガール、藤田つぐじ、ジャンカスウラと交友した。南米の新聞や雑誌、フランスのルコーティディアン誌などで執筆したが、検閲がなされる、スペインの新聞や雑誌では、執筆を行わなかった。一年間フランスのパリで過ごした後に、1925年には、フランス領バスクにあるスペインとの国境の町、アンダイエに移り住み、駅前のホテル、 ブローカーを借り宿とした。フランス亡命中には、プリモデリベラ独裁政権を批判して、共和制の実現を訴え、フランスにおいて、注目を集めた。1925年には、キリスト教の苦悶を執筆。その中で彼は、イエス・キリストの死生観について語り、イエスが、プラトン風の魂の不滅性ではなく、ユダヤ風の肉体の復活を信じていたこと。 魂の不滅の教義がキリスト教ではなく哲学的教義であることを示した。また、エドゥアルド・オルテガイ・イガセットとの共同でスペインの独裁政権を非難する自由ノートを執筆した。1930年に独裁政権が崩壊すると65歳のウナムーノはスペイン国民に熱狂的に出迎えられ、再びサラマンカ大学総長に指名された。 1930年4月には、週刊誌が共和国大統領に臨む人物の模擬選挙を行い、16%の得票を獲得したウナムーノは、ニセとアルカラサモーラに次ぐ1位となった。1931年に、第二共和制が成立すると、サラマンカ視聴者のバルコニーから共和制受立の演説を行い、サラマンカ大学の就寝総長に就任した。 1931年の地方選挙には無所属で出馬して当選し、また同年の憲法制定議改装選挙でも第2位で当選した。しかし、王政を擁護する発言を行うなどして物議を醸し、1933年には政治界から身を引いた。1933年には小説、準教者、マヌエル・ブエノを執筆し、 1934年には、サラマンカ大学で最終講義を行った。第2共和世紀には、サラマンカ大学就寝総長に加えて、フランスのグルノーブル大学名誉教授、イギリスのオックスフォード大学名誉教授、サラマンカ名誉市民、スペイン共和国名誉市民の肩書きを手にし、サラマンカの穴屋宮殿には、自身の彫像が建てられた。しかし、この時期には、 妻のコンセプシオン、長女、弟、二人の姉妹を亡くしており、その思想は、左派から非難を浴びた。1936年7月、フランシスコ・フランコらの反乱軍によって、スペイン内戦が勃発すると、サラマンカで開催された反乱軍の集会で演説したため、8月には、共和国政府のマヌエル・アサーニャ大統領から、サラマンカ大学就寝総長の任を解かれた。 9月には、反乱軍のミゲルカ・バネラス将軍が再び、終身学長の座を与えたが、10月には、反乱軍最高司令官に就任したフランコによって、再び会食されており。9月には、反乱軍の正当性を訴えたメッセージを執筆し、ヨーロッパと中南米の各大学に送付しているが、10月12日の集会では、 反乱軍兵士たちの前で反戦を解いたために自宅に軟禁され、12月31日に自宅で亡くなった。彼の思想は、オルテガイガセットラ、その後のスペイン哲学に大きな影響を与えた。ウナムーノの母語はスペイン語だが、K17 言と語に精通していたとされている。出身地の地方言語である、バスク語やフランス語は完璧に話すことができ、 マドリード大学在学中にドイツ語をマスターし、古典学や言語学研究での必要性から、ラテン語、古代ギリシア語、アラビア語を習得し、ヘンリック・イップセンの作品を読むためにデンマーク語を習得した。トーマス・カーライルの英語著書をスペイン語に訳したことがあり、ジャコモ・レオパルリア・ジョズエ・カルドッチのイタリア語作品をスペイン語に訳したことがある。さらには、 スペイン語と同じロマンス語圏のポルトガル語、ガリシア語、カタルーニャ語、カタルーニャ語マヨルカ方言、現代ギリシア語にも通じていた。スペインに日本の売り紙をもたらしたことでも知られる。クリップ・ビルバオのウナムーの広場にある彫像。ありがとうございます。